カイネ、まったくあなたという娘は。申し訳ありません、カーリーおばあ様。あの社交パーティーには大切な方がたくさんいらしていたというのに、迷い込んできた野良犬にかまけてご挨拶もおろそかにするだなんて。あんな汚らしい犬。犬が欲しいのならもっと品性のある犬を飼えばいいではないですか。あの野良犬は後で執事に行って始末させなさい。でもおばあ様。黙りなさい。あなたは上流階級の品格の意味を分かってないわ。あの場でご挨拶する必要のある方が何人いたと思ってるの。あなたには物事の重要性が分かってないのです。あのパーティーは当家の格式を示す絶好の機会だったのよ。その大切さを認識していれば、あんな犬。カーリー、その辺にしなさい。あなた、カイネだって悪気があってやったわけじゃないさ。家の品格を気にする前に優しい孫を持てたことを誇りに思ってはどうかな。あなたはそうやっていつもカイネを甘やかす。私がどれだけ家のことを考えているか。いつまでも成り上がりの軍人家族みたいに思われてて恥ずかしくないんですか。ああ、そうだな。すまん、すまんな。これからは考えるようにするよ。おじい様、申し訳ありません。なーに、構やしないさ。あいつも本当は優しい奴なんだがな。レギオンとの戦いでカーリーの心は傷ついてしまったんだ。あの戦いは本当に辛い戦いだった。昨日まで人間だった隣人が、家族が、恋人が凶暴な敵になるんだ。何人もの仲間が失われた。私やカーリーにとってあの戦いは本当につらいものだったんだよ。はい、カーリーおばあ様があの戦争の英雄だったことはみんな知っていることです。おじい様とおばあ様たちがいたから今私たちが生きていけるんです。そんな大層なもんじゃないさ。生きるだけで必死だったんだよ。本当に必死だった。だからカイネ、カーリーを許してやってくれ。おじい様、許すだなんてそんな。そうそう、裏庭に犬小屋を作っておいたよ。おじい様、彼が気に入るかどうかはわからないがね。彼だったかな。女の子ですわ、おじいさま。そうかい。じゃあ屋根の色はピンクにしておくんだったな。